まあ、待てなんか言ってんで。はい、どうも。本日は4月12日。昨日11日は大阪でオリックスの2軍と、試合させていただいて、昨日からちょっと仕事は大会前ということでお休みいただいてるんですけど、今日がちょっと1日練習で、明後日から日立大会があるんで、明日朝出発するんですけど、社会人野球っていうのは地方大会が、この時期はありまして、その地方大会っていうのは優勝すれば秋にあります日本選手権の出場権がもらえるという大会になるんですけど、出れる大会がまあチームごとに違うんですけど、僕たちは東京のスポニチ大会っていうのがもう終わって、それはちょっと負けちゃったんですけど、明後日からあるのが日立大会、日立に行ってちょっと試合してきます。で、ベーブルス杯って言って岐阜である大会と、僕ら3つその日本選手権がかかってる、優勝すれば出場権がもらえる大会に出場します。明日朝出発なんで、今から遠征に向けての準備の、まあ、ルーティーンを、はい、ちょっと見たいっていう声が多かったんで、はい、ちょっと動画回してるんですけど、思いのほか準備が進んでないくて、今ちょっと本屋さん行ってたんですけど、まあなんでかというと、まあグランドスラム、これ社会人野球の、はい、雑誌なんですけど、惜しくも僕たちのチームはいろいろ事情がありまして載ってないんですけど、まあこれを購入してきました、本屋で。で、最初本屋さん行ってもなくて、スポーツのとこ行ってもなくて、探したら残り一冊やったんですよ、これだけ。結構売れてんなぁと思って、はい。なんかちょっとなんかしなきゃ嬉しかったですね。で、ラスト一冊買えて、めっちゃ嬉しくて、今夜ちょっと読みながら、はい、行こうかなと思います。まあちょっと準備なんですけど、はかどってない理由っていうのは、昨日着てたやつとかがちょっと今日は雨やったやん、乾いてなくて、ちょっと乾かし、今暖房入れて乾かしてるとこでって感じで、今から準備するんですけど、その模様ルーティーン、まあ、見たいんですよね、まあ持ち物としては、まあ試合のユニフォーム、まあ、ホームビジターボトムス、ユニフォームボトムスは2着、まあ、スライディングで破れたりとかするんで一応2着持っていきます。靴下も2足で、あと下着でしょ。んーで、まあそのご飯、ホテルでご飯とか食べる用のなん、まあパジャマは別で、まあ外出るのはやっぱ違うと思う。違う格好、ちゃんとした清掃というか、まあジャージなんですけど、まあちょっと綺麗な感じのやつと、あとはそうですね、パジャマ、さっきも言ったけどパジャマと、あとこれはでも絶対持っていくんやけど、枕は絶対、はい。一回地方大会行った時に、その時はまだ枕持って行ってなくて、朝起きたら岡山大会っていうのがあった。岡山大会のホテルがバネの感じのベッド、わかります？んでビーズ系の枕やって、朝起きたら肩上がらなくて痛くて、でもトレーナーの人にちょっと肩上がんないんですけどって言って、すぐ治療してもらってなんとか上がるようになったんですけど、っていうのがあってから、合宿とかこういう地方大会は枕持っていくようにしてて、だから枕は絶対必須。あと何やろな、洗濯用品、まあ、細かいので言えば耳かきとか爪切りかな、そんな感じかな。まああと室内シューズ、これはもう絶対、雨降ったらその向こうのチームのグラウンドとかちょっと室内お借りして練習することあるんで、室内シューズは絶対持っていきますぐらいかな。忘れてたわ、暑い気持ちは入れるもんじゃないからね、言ってなかったけど、まあ明日言おうと思ってたんやけど、暑い気持ちは絶対で、日立って名古屋からめっちゃ6時間下手し7時間
休憩入れたら7時間ぐらいかかるんです。7時間言い過ぎかな、6時間かな。あのね、運転なんです。まあ一応高知県人なんで、はい、まあ運転、僕が運転するのはハイエース、遠征バッグを積む方、道具カーとは別のハイエースを運転予定です。また出発前に動画撮れたらなと思うんですけど、はい、てな感じで準備していきます。はい、いいですか、もうそろそろ乾いてると思うんで。ちょっとあの部屋散らかってるんですけど、あのちょっと準備したら絶対掃除するんで、ちょっとすいません。今から日立大会に向けて出発するんですけど、ちょっと運転中はあの、はい、危ないんで映せないんで、また着いたら、はい、よいしょよいしょ。ちょっと朝7時半に名古屋出発して、日立4時前に着きました。7時間、6時間ちょっとか。まあ、夕食までちょっと時間あるんで、今体を動かして、移動の疲れをほぐしてまいりました。はい、ちょっとホテルとかは撮影できないんで、はい、気づいてるやろお前。ということで、はい、明日に備えて、はい、準備してまいります。はい、どうも、日立大会終わって、今帰ってまいりました。朝一の試合やったんで、12時ぐらいですかね、試合終わって、向こう日立を出たのが1時半とかかな。で、まあ8時ぐらいに、はい、こっち8時過ぎぐらいにこっち帰ってきまして、名古屋帰ってきまして、ちょっと、はい、7時間運転やったんで、はい、ちょっと明日結果報告は明日させてもらいます。すいません。お前またなんか言ってんで、いつでも家に帰ればありえんほどの愛を確認、礼なんて知りもせんの礼、そこじゃ俺の歌が常にナンバーワン、どんだけ月日流れ周りの景色から